何？どうなってるの？ここは？私は確か。あなた起きてたわよね。これは一体どういう状況？私はあなたたちより早く目が覚めただけ。ここはどこなの？私にもわからない。扉は？探しても無駄よ。この部屋には扉がない。私たちがどうやってここに入ったのか見当すらつかない。私たちはどうなっちゃうの？こっちが聞きたいわよ。お金、早く帰らないと。私も早く表彰式に行かないと。どうやったら帰れるのよ。だから私に聞かないでって。私たち一生ここから出られないかもしれない。まだ望みを捨てるのは早いわ。今目覚めたばかりじゃない。誰かに監禁されたのなら何らかのアクションがあるかもしれない。私もそう思ってずっと待ってるんだけど。待ってどれぐらい？3時間。3時間？我慢比べじゃない。私たちの限界ギリギリまでも見ていてアクションを起こしてくるのかもしれない。限界って？限界っていうのは体力で、食べ物がないから限界は近いのかもしれない。餓死するまで待てってこと？そういうことがあるかもしれないっていうことで、もっと早くアクションを起こしてくれるかもしれない。そうなるといいんだけど。もっと前向きに考えましょう。この監禁にも何らかの意味があるかもしれない。そうね。例えば世界が滅亡するってなって私たち5人だけ残されたとか。それは面白い。それは前向きなの？まあ理由はどうでもいいの。私たち5人が何かいい意味で残された、そう思うだけでも気持ちが楽じゃない？いや、そんな楽観的なこと言ってられない。もしかしたら私たちは人間モンスターとして入れられてるとか。あ、それか巨人がいて私たちは食べられる前とか。はいはい、妄想はそこまでにして。いや、その可能性だってあるでしょ。分かったから。とりあえずこの監禁を監視している人物がいるんだったら何らかのアクションを待つしかない。そうね。その前に何？まずはリーダーを決めておかないと。リーダー？そう。こういう状況において常にリーダーが必要じゃない？全体の状況を把握して的確に指示を出せる存在が。やりたいオーラがすごいけど。まあ私はこういうことには慣れてるから任せてもらってもいいけど。まだリーダーを決めるの早いと思う。まずはここにいるメンバーのことをよく知ることが大切だと思う。この女は信用できない。だって一番最初に目覚めてたし、それにリーダーの話してくるのもすごい不自然。もしかしたら監禁してる人とつながってて私たちを操ろうとしてるのかも。リーダーがいないからみんな好き勝手意見を言っちゃうんでしょ。この女みたいにあることないこと言ってくる人もいる。とりあえず自己紹介しましょう。分かった。じゃあリーダーが決めるまでは私が話を回していく。なんだなんだなの？そういう人がいないとまとまりのない会話になるだけ。リーダーやりたいだけじゃない？そうよ。この子がリーダーになるのは嫌だ。リーダー決まるまでお願いできるかな？じゃあ名前と職業とここに来る前まで何をしていたか、それとこの監禁について何か思うこと、まずはあなたから。はい、私ね。私は倉持静香、小学校で教師をしています。車で通勤中信号で止まっていたら頭に激痛が走って気づいたらここにいた。この監禁についてはあくまで前向きな監禁を希望しています。対立することなくみんなで仲良くこの部屋を出たいです。はい。じゃあ半時計回り。私は田中明美、フリーター。バイト帰りに自転車に乗ってたら突然激痛が走ったの。あとは倉持さんと同じ、この監禁についてたけど、その子がリーダーになるのは嫌。それくらい。激痛が走ったのはみんな同じか。なんかリアクションしなさいよ。リーダーは多数決で決めるの。あなたの意見はあなた個人の意見として聞けばいいだけ。じゃあ次。
私は斉藤花子、研究職をしています。長年の研究が評価されて今日その表彰式だった。だけどその会場に行く途中、家を出た時に激痛が走ったの。この監禁については何もない。次は言われなくても分かってるわよ。私は川上咲希、投資家。ここに来るまではずっと投資の資料を見てたの。だけどあとはみんなと同じ、頭に激痛が走って、多分ここに監禁されたのは私のせいだと思う。どういうこと？投資で稼ぎすぎたのよ。だから誰かが私を憎んで。私たちとの関係は？そんなの知らないわよ。自分で考えなさい。じゃあ最後は私。私は小説家、本はたくさん書いてるけど名前は売れてない。私だけみんなとちょっと違う。小説を書き終えて眠りについた。目が覚めたらここにいた。なんであなただけ違うの？それはわからない。だけどこの監禁はどうも怪しい。あまりにも意図がなさすぎる。だから私は相手からのアクションを待つしかないと思ってる。私も賛成。この会話を誰かが聞いていて、自己紹介が終わったところで何かアクションを出してくる可能性もある。そうね。一通り話が終わったからこれからリーダーを決めておこうと思うんだけど。あの、あなた本当にあっちの人じゃないのよね？私もあなたたちと同じ。小説のネタが欲しくてここに監禁してるんじゃないの？あなたは妄想しすぎ。そんなことあるわけないでしょ。リーダーを決める参考にみんなに聞いて欲しかっただけ。じゃあ多数決で決めます。私、新垣がリーダーでいいと思う人は手を挙げて。じゃあ倉持さんがいいと思う人。あなたも手を挙げないとこの子がリーダーになっちゃうわよ。早く挙げて。本当は嫌だけど仕方ない。じゃあ私がリーダーってことでいいわね。とりあえずは何らかのアクションを待つしかないわね。来た。やっぱりアクションがあった。自己紹介をして正解だったのね。パンが出てきたけど、これが食料ってこと？パン1個。そのパン食料じゃないかもしれない。食べたら死んでしまってここから1人減るのかも。そういうサバイバルゲームみたいな考え方もあるわね。だったら私が食べる。いいの？私は普通のパンだと思う。もしこれを食べて私が死んだとしても、そんな無駄なゲームに参加したくないから。それでいいの？ただお腹が空いてるだけじゃないの？じゃああなたが食べる。いや、私は死にたくない。じゃあ私がいただくわ。何があっても文句はないね。いい、いただきます。しないで。どんどん毒が回ってくるかもしれないよ。そんな感じはしないけど。でも何もないってどういうこと？ただの食料だってこと。いる人。はい、ありがとう。次はどんなものが来るかね。次が食料だったら私が毒味するわね。もう食料はないと思う。次はもっとこう、この部屋を出るヒントになるものじゃないかしら。変な真似はやめなさい。こういうのが力関係を作るのよ。やめて。争いはやめましょう。
のナイフで脅したところで誰もあなたについてこない。私はあなたにつく。お金はたくさんある、だからお願い。お金なんてどうでもいい。私はただあの女が気に食わないだけ。私もそうやって凶器で脅すのは良くないと思う。刺すわよ。あなたはそのナイフを使わない。あなたは素直な子。どうして？じゃないとさっきだってパンを分けてもらったりしないでしょう。あれはただお腹が空いてただけ。あなたはそのナイフを使えない。ナイフを持つことで力関係がどう変わるのか見たかっただけ。この監禁を監視している人もそれが見たかったのかもしれない。私の予想は当たったってこと。トンカチ、これは何に使うんだろう。何かを壊すため。その可能性もなくはない。もしかしたらここのどこかにスイッチがあって、それを押すと自動ドアが開いて。確かにその考え方もある。私やってもいいよ。私に貸して。変な気がなくても私にはできない。そうでしょう。変な気がなくても私にはできないから。やっぱり。どういうこと？一度アイテムを手に入れた人はもう二度とアイテムを受け取れない仕組みになってるのかも。じゃあこのトンカチは誰が受け取れば。私が受け取る。リーダーは最後まで様子を見ていた方がいい。壁を一枚ずつ叩けばいいってことでしょ。あくまで可能性の話だけど。何もしてないよりこっちの方がいい。拳銃だ。ナイフと同じで意味がない。誰も服従しない。それはどうかな。この中で一番地位が高いのは私。私の指示に従ってもらう。だったら指示を出してみてよ。この状況で何も指示を出せないし、服従させたところでご飯もないし先も見えない。ただ向きを持っているだけ。確かに拳銃は一番権力を持っているけど、あなたは指示も出せないし誰もついてこないし何も恐れない。今ここはそういう状態なの。つべこべうるさい。もしかして弾が入っていない？くそ、完全に遊ばれてるわね。鍵だ。でも扉はなかった。あ、どうした？それ鍵だよね。ここに鍵穴がある。本当？コツコツ叩いててよかった。入らない。もしかして。ねえ、その鍵貸して。どうして？いいから。まさかそのために。もしかしたらこれで。銃は何のために使うの？ああ、いい。